優勝いたしました星英二選手お迎えいたしましょう。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。星選手の登場でございます。ステージ中央までお願いいたします。さあでは優勝しました星選手に少しお話を伺いたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。展開をマシンでついての見事なバックリタッチでしたね、はい、あれしかないと思ってたんで、はい。ちょっと前半カードでは安定板がついているなどという状況でしたが、今日調整の方は何かやったっていうことはありますかね。まあ、ちょっとプロペラをやったぐらいですね、はいはい、特にそんなに大きなことはせずと。まあ、そうですね、はいはい、スタートコンマ14だったそうですが、まあ、そのぐらいだと思っていきました、はいはい。ミーショ選手が3カードから出ていった後の1幕でしたね、はい、展開ありましたね。そうですね、うん、もうあれがもう予想できてたんで、はい、回った後の感触とかもどうでしたか。うん、まあ良かったと思います、はい。これで徳山初 V でございます、はい、嬉しいです。 はい、そして A1 勝負がけの真っ只中、今年初 V 弾みがついて、まあ、そうですね、はい、残っていただいたファンの皆様たくさんいらっしゃいます。では最後にファンの皆さんに一言お願いします。これからも一生懸命走りますので応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。星英二選手にお話を伺いました。さあそれではここから優勝選手の表彰に移りたいと思います。優勝いたしました星英二選手には賞状と優勝トロフィーおよび副賞がスポーツ報知西武本社代表取締役社長岩崎誠二様より授与されます。岩崎様、登壇をお願いいたします。優勝星英二のあなたは徳山ボートレース場におけるスポーツ報知杯争奪競争において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和元年10月3日スポーツ報知西武本社代表取締役社長岩崎誠二、ありがとうございます。賞状の授与でございます。おめでとうございます。さあ続いてトロフィーの授与でございます。はい、おめでとうございます。そして最後に副賞が贈られます。おめでとうございます。さあ以上をもちまして優勝選手の表彰は終わりとなります。岩崎様、ありがとうございました。さあそれではここからは優勝選手の写真撮影ということになります。優勝いたしました星英二選手のご勇姿どうぞお納めください。ファンの方どうぞステージの前までお進みいただいて、どうぞ星選手のご勇姿お納めいただきたいと思います。これが今年初 V ということになりました。徳山でも初優勝ということになります。星英二選手のご勇姿どうぞお納めいただきたいと思います。さあよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。では星選手、最後に今後に向けての意気込みもう一言だけお願いします。まあ、いっそいっそしっかり走りたいと思います。まあ、それだけですね、はい、はい、ありがとうございました。最後に星選手にもう一言いただきました。では優勝いたしました星英二選手、これにて退場となります。大きな拍手でお送りください。選手退場となります。星英二選手の優勝で幕を閉じたスポーツ報知杯争奪戦でございました。